ジャパンセブンズ選手権大会は毎年春に行われる日本ラグビーフットボール協会主催の7人制ラグビーの全国大会である。現在はジャパンセブンズとして開催されている。1993年に第1回開催。大学、社会人の競合チームを集めて秩父宮ラグビー場で7人制、日本一を決めていた。 1995年から1999年までは海外のチームを招待してカンタベリージャパンセブンズ国際大会として開催。2000年にイブセブンズワールドシリーズが開始されると国際大会の部をワールドセブンズ東京として分離。また、1998年より行われてきた高校セブンズラグビーフットボール選手権大会を高校の部として2002年に統合。 同時に、女子の部も設立された。しかし、2003年を最後に大会を縮小。女子は、ジャパンウィメンズセブンズに統合され、高校の部のみ、江戸川区陸上競技場で開催された。2009年からは、日本オリンピック委員会より、JOC ジュニアオリンピックカップの一つに認定され、大会の最優秀選手に、JOC ジュニアオリンピックカップが授与される。同年は、 葛飾区総合スポーツセンターに移す。なお、2016年リオデジャネイロオリンピックで7人制ラグビーが加わることに伴い、一般の部を復活させることも検討している。2010年4月25日に、七部宮で、セブンズフェスティバル2010ン東京の名で、全国大会開催が決定した。2011年は、東日本大震災の影響もあり中止。 2012年には東京セブンズが開催された。2013年5月26日、七人制日本一を決める大会として森永聖火特別協賛のウィダージャパンセブンズ2013が秩父の宮で開催される。2014年はジャパンセブンズ2014として開催。2015年はインゼリージャパンセブンズ2015として7月5日に開催時期を移す。 2016年より、ファーマホールディング特別協賛の、ナノハナ薬局ジャパンセブンズとして開催。予選プールは3チーム1組の3プールに分けて、ラウンドロビン方式で行う。決勝プールは、予選各プール1位2位3位がそれぞれカッププレート、ボールに進み、再びラウンドロビンで争う。カップ1位が、大会の優勝となる。ありがとうございます。